両者の意地と誇りがぶつかり合います。3年間の全てをぶつける、そう話した高井は、王者にしてリベンジマッチを迎えました金丸義信。タイトル流出の悔しさ、この日に向けてその舞台がやってきました。さあ始まった、チャンピオンのキックから始まった王者金丸の挑戦。重い逆水平はパワーの高いはジュニアの潮流、受け止めた、ソグラ倒していく、自らが金丸を飛び越えて、そしてあーっとパワースラムで返していった。もう決めるのか、もう決めるのか、高井は行く、新春の餅つきはパワージュニアごとこねて丸めてぶっ潰す。高井は立つ人、餅つき好き、パワーボンからデッパレーは食らいません。逆に金丸はデッパレー垂直落下で落としました。カウントが入る、いい点球。解説は桃田光雄選手です。想像通りと言ってもいいかもしれません。激しい立ち上がりになりました。そうですね、あのチャンピオンがですね、やっぱり前回の屈辱を味わっているだけに、出だしから飛ばしましたよね、それに応えるように高井選手が素晴らしい動きをしてますよね、3年前も実は出だしはこういう展開でした。同じようにしてハイスパートラッシュから始まりました、この両者の対戦です。4度目の防衛戦になりました、チャンピオン金丸義信。一方この金丸の口から、あの高岩を倒さねばという言葉を聞いて、ならば胸を貸してやろうではないかと再び挑戦者として名乗りを上げました高岩和人。さあ場外戦の様子を呈してきました。まあ、桃田さん、金丸選手からすればこの高岩に敗れていたということが相当気になっていたようですね。それはもうチャンピオンとしてはもう本当に屈辱だと思いますよね、はい。ノア史上初めて地方 GHC の流出を許したのがこの金丸、奪い取ったのがこの高岩。金丸は3度目の GHC ジュニア体感、しかし何度ベルトを取ってもやはりこの高岩の存在が気になっていたといいます。 7.10 東京ドームでその外敵の一人、重心サンダーライガーを倒してベルトをノアに取り返しました。以来ローキー、高道の杉浦隆、3度の防衛に成功していますが、うち2回が外敵、何か外敵への意識も強いんでしょうかね。そうですね、やっぱり最初にですね、その高岩選手に敗れた段階からですね、要するにそのノアのベルトを要するに外に出したというね、はい、チャンピオンとしてのやっぱりプライドがどうしても傷ついてるんで、やっぱりそれに対するもう反応っていうのはもう人一倍あるんじゃないですかね。はい、フェイスロックから鼻の手をかけました金丸です。今日はテクニックの金丸、パワーの高岩、3年前と同じような見方がされていますが、序盤から激しい展開です。改めてご紹介しますと、3年前2001年の10月19日横浜文化体育館、初代 GHC ジュニア王者だった金丸に高岩が挑戦しました。金丸にとっては3度目の防衛戦でした。まあ、あの時はこのブルーのベルト、今よりさらに真新しくて光っていたわけなんですが、まあ、高岩が金丸を下して第2代の王者に輝いたという試合でした。まあ、桃田さん、あの試合を振り返りますと、金丸は垂直落下式のブレーンバスターを3度も出して、そうですね、雪崩式でも出して、それを返して高岩が勝ったという、もう見ている我々、まあ、ノアの選手としても風の根出ないような勝ち方で高岩が勝ったわけですね。本当にあの時に高岩選手の印象っていうのはもうノアにとってもものすごい大きいものがありましたよね。はい、金丸選手にとってもですね、やっぱり自分 の、 あのなんてフィニッシュフォールドって言いますかね、はい、自分の必殺技を返されるという、これもまた屈辱というかね、そういうものがあったと思いますよね。だから今日にかけるチャンピオンの気持ちってのは人一倍強いと思いますけどね、はいはい、金丸にとっても、まあ、信じられないタイトルの流出ではあるんですが、内容からすればチャンピオンにふさわしい戦いを見せたのがこの外敵であるゼロワンマックス高岩達人です。ただそれから3年間経ちました。金丸はさらなる磨きをかけて垂直落下ブレンバスターにはひねりを加えてタッチアウトという新技に仕立て上げて、一方の高岩もさまざまな紆余曲折がある中、ゼロワンをずっとジュニアを引っ張ってきたという自負があります。本当にジュニアの選手としては素晴らしい能力を持ってますんで、はい、まあ、一度要するにノアの GHC のチャンピオンになってるわけですから、そういう意味ではやっぱり実力は絶対侮れないもんがありますんでね、はい、そしてこのパワーですね、スリーパーに入った。
3年前所属していたゼロワンという団体はゼロワンマックスと名を変えまして、また新たなスタートを切りました。その3年間自分が味わってきた全てを今日はまた金丸にぶつけるという話をしています。まあ、両者の3年間がどうかというものもこの試合試されますね。はい、再び歴史は繰り返すんでしょうか。高岩達史と試合時間は5分を経過しています。グラウンドの静かな展開ですが、ここから流れをつかむのはどちらか。おっと、青コーナーを目指す金丸ですが、高岩がスクッと立ち上がって張り手一発、危険な攻防です。3年前もなだれ式の攻撃がいくつも出たが、さあ行くか、なだれ式ブレーンバスター。先にブレーンバスターは高岩です。金丸の得意技であるブレーンバスター、まずはなだれ式で高岩が出していきました。この表情を見ても桃田さん、はい、自信を感じますね。本当にその通りですね。タイトルマッチが決まるにあたっては胸を貸してやろうという表現を使いました。高岩キックで返すはチャンピオンの金丸です。セカンドロックから、あ、受け止めた受け止めた、これを止めてどうだ、ズームストーン、これは危険、高岩にしかできない返しです。いや、本当に素晴らしいパワーですよね。金丸の体重85キロ、まあ、ジュニアの中でも決して重い方ではありませんが、ムーンサルトで勢いがついています。それを受け止めてのツームストーン、パイルドライバー。今金丸は何が起きているかわからないかもしれません。このパワーをどうするかというのがこの試合ずっと金丸を悩まし続けそうですね。そうですね、まあ、高岩選手のそのパワーをどうやって抑え込むかというかね、またはそのうまく切り返せるか、はい、そこら辺がやっぱり勝つためのポイントだろうとは思いますけどね。この金丸にその高岩のパワーどうしますかと聞いたところ、まあ、しばらくはやはり耐えるしかないでしょう、そして一発逆転を狙いたいという話をしていました。やっぱりパワーにパワーでっていうのはなかなか難しいものがありますよね。はい、金丸選手はやっぱりその相手の技をうまくかわして、それを勝利につなげるような形を持っていくっていうのがベストだろうとは思いますけどね。はい、だけどそのパワーをうまくかわせるかどうかがポイントですよね。さあ、またそのパワーを駆使した攻撃を最も効果的な場所で見せようというのか。マットを吐いてボディスラム、武道館が揺れました。今のは完全に腰が痺れるような状況だろうと思いますね。チャンピオンは、そして見に訪れたこの超満員の武道館のお客さんの痛みの中枢神経も今揺さぶりました。高岩、誰もが顔をしかめる攻撃です。2度の防衛に成功していた初代王者の金丸を下したのはこの高岩。まあ、菊池に対して1度防衛した後丸口にタイトルを奪われたわけですが、まあ、この GHC ジュニア本当に外敵に狙われるタイトルになってきましたね。そうですね、それだけその一つ一つのベルトがですね、やっぱり何て言うんですか、磨かれてるというかね、そういう雰囲気がありますよね。はい、重みが出てるっていう感じがします。強敵が来るにつれてまたその価値を高めていると言ってもいいかもしれません。なんといってもこの金丸がドームでベルトを取り返した相手はあのジュニア最高峰の選手の一人、重心サンダーライガー。まあ、ライガーは5度防衛しました。この高岩がチャレンジしてきたというのもノアジュニアにとっては大きな危機と言っていいですね。そうですね、ボディースラムからハーフのボストンクラブは捉えてられないな、足の方まで上がってしまうようなこの強烈なボストンクラブになりました。高岩達史と腰を沈めた、普通に顔をいがめる金丸、攻められているのがチャンピオン金丸、ただチャレンジャーとは思えないその威風堂々の戦いはチャレンジャー高岩達人、左の足を捉えた、苦しくなりましたチャンピオンの金丸。ここまでは一方的に挑戦者高岩が押し込む展開です。しっかりとサードロープを見据えました金丸義信。金丸は言います、高岩は自分にとって、そしてノアジュニアにとって一つの壁、いつか越えなければいけない、そう思ってこの3年間やってきましたというチャンピオンの金丸。王者でありながら今日はある意味高岩に挑むという側面もあります。金丸の胸元はもう真っ赤です。あ、ここで倒れました。そしてこの屈辱的なカバーはカウントワンで返して睨みつけていきます。意地と意地のぶつかり合い、しかしパワーでは高岩にやはり分がある。そうですね、本当に
高岩選手のどこにこんだけパワーが秘められているのか、ね、まあ簡単に考えればやっぱり足腰が、人一倍強いんじゃないかなというのは想像つくんですけどね。なるほど、足腰があれだけ強くなければ、要するに途中でね、はい、相手をキャッチしたりとかそういうのはちょっと不可能に近いんで、いくらジュニアの選手でこんだけ本当に足腰がしっかりしてパワーを出せるというのは、はい、本当に他に類を見ないというかね、すごいと思いますよ。その桃田さんが鍛え上げられているであろうという足腰を使って今度は首4の字に入りました。早くも10分経過、何か試合展開早く感じますね。そうですね、がっちり決めています。178センチ、95キロはチャレンジャーの高岩達人、対する金丸は173センチ、85キロ。ジュニアの中でも小柄ではありますが、そのスピードとテクニックでベルトを奪ってきました金丸。2人の体重差は10キロですが、それ以上のものを感じますよね。感じますね、流れ的に見るとですね、本当にジュニアの選手とヘビ級の選手がやってるような感じにも見えますよね。100キロ以下にジュニアの資格があるわけですが、さあまたパワーボムに行くか、抱え上げた、パワーと金丸うまく返した、エルボーですが、力の打ち合いになりますと高岩に分があります。この力で IWGP ジュニア、そして01団体認定のジュニア、あっとここは金丸が切り返しました。こういうところがポイントですよね。ここら辺の切り返しがうまく続くかっていうのは金丸選手にとっては大事だと思いますね、はい、さあ流れを止めてここから攻撃に転じることができるか金丸。青コーナーに登っていきます。ここからあーっと、これも止めた、これも止めた、そのままなんとか、いやーすごいですね。桃田さんもそのままチャンピオンを奈落の底に落としていくのか。デッキアーム、さらに高め上げ、またも餅つき、またも餅つき、エンドレスパワーボム3連発、倒した。金丸の動きが止まりました。苦しくなったチャンピオン、なんとエンドレスパワーボムが動く、5連発を食らいました金丸。3年間の全て思いを込めると話した高岩、ゼロワンからゼロワンマックスへ、その一言では語り尽くせないさまざまな紆余曲折がレスラーとしての高岩にはありました。3年ぶりに踏むノアのマット、しかしその3年間の蓄積は金丸を上回っている自信がある、そう話した高岩。お互いに上積みを積んだ3年間をぶつかり合えば必ずこの試合ジュニア最高峰に。あーっと急所攻撃は金丸です。一瞬の切り返しから、あーっと垂直落下、引っ張り込むようにした、脳天から落としてきました。ここはうまく切り返した。いやだけど金丸選手もあの5発のパワーも効いてると思うんですけどね、そしてボディパスカバーに入る。やはり金丸にはこの体つきには見えないスタミナというものもあるんでしょうか ね、 そうですね。やっぱりあとはあの精神的な強さでしょうね、はい、もう綺麗なコースがいたか、お互い見ている、キックを打った、もう一度パワーボムに行く、あーっとこらえた、いや止めている、止めているぞ、どうするんだ高岩、あーっとコーナーパッド、あ視線が定まらない、金丸の視線が定まらない、強烈、もういや本当にすごいパワーですね。日テレコーナーに向けてぶつけていきました。そしてコーナーのトップから、3年前は雪崩式道のきドライバー中でタイトルを手にした、何を見せるか、もう一度行くのか、歴史を、歴史を、お互い何を見せるか、これはもうダメージ、再び GHC は粒子の浮きを見る、あーっと一瞬の切り返しから、あとだカウント2つ、台湾にも意地があります。金丸には3年前に失った心の傷があります。まだまだ余裕は高い渡す人、金丸とならば最高峰の試合ができる、最高の試合をして勝ちます、そう宣言したゼロワンマックス高岩達人。金丸は苦しいですね、苦しいですね、
もう本当に足腰に力が入らない状態だろうと思いますね。さあさらに深い谷を出す。まだ決めない、まだ決めない。これでは物足りないのか。高岩達人ジュニアの上流右腕を踏まった。バンザクはチャレンジャー高岩を反突。日本武道館はストッピングならし。チャンピオンの伊豆がこれを返しました。3年3ヶ月のこの蓄積はまだ分かりません。どちらがどれだけレスラーとして重い人生を歩んできたのか。お互いにお互いを尊敬しています。だからこそできる最高峰の試合、出し惜しみありません。全てを出す高岩達人、受け切って勝ってやろうという金丸。場内からは悲鳴、金丸コール、後ろ向きだ、何をするんだ、この体勢から。もう危険極まりないぞ。逆さに持った逆さに持った。そしてこの体勢からどうするんだ。あー危ない危ない。こらえた、こらえた。コーナートップからの DDT、 スーパーダダレ式の DDT が高いを襲った。どちらに転んでも危険な落ち方でしたね。いやよくだけどあそこで切り返せましたよね、はい、完全にあれはあのまんま要するにパワーボムっていうんですかね、まあ流れ式の、まあ、すごい。もしあれが決まってたら完全に挑戦者の有利は間違いないと思うんですけど、よく切り返したと思いますね、チャンピオンは。金丸が切り返しました。高岩はこの上なく危険な技で決めに行こうとしました。それだけ金丸が高岩の攻撃をかわし続けました。さあ後転に出るか。金丸はムーンサープレス。その記録はどこから出るのか。カウント2つで返した高岩、もう常識の域を超えました。2人の肉体のぶつかり合い、垂直落下、一度返されている。3年前は3度出しても返された垂直落下に連発。まだ離しません、まだ離さない。タッチアウトをいつ出すか。3発目垂直落下、3連発。しかし高岩は3年3ヶ月前これでも返しました。今日も起き上がる、今日も起き上がる、まだ起き上がる。ダイヤット、カウントアウト。常識では理解できない域に突入しています。今度はあっと、またいった。高岩が仕掛け落としたブレンマスター。いやいや本家本元チャンピオンの意地、2連発、合計6発目。仕掛けた金丸も苦しい。カバーに入った。それでも肩が上がってきます。沈まぬ太陽、高岩達人、深夜の潮流。さあ指を差した金丸、満を持して渾身の力を込めてライガーからタイトルを奪った。タッチアウトに行くか。いや、ニュートラルコーナーです。先ほどなだれ式でデスバレーをもらいました。ならばとなだれ式で返していくチャンピオン金丸。肩を止める。さあどうする。コーナーのトップまで行くか。コーナーのトップまで行ったぞ。あまりに危険だ、あまりに危険だが、なだれ式で返しましたチャンピオン。過去2度ベルトを失った時、いずれも勝者のサイドには他団体の選手がいました。金丸、そのトラウマを払拭するか。3つ入った、3つ入った。なだれ式のブレーンバスター、太田の挑戦、3年越しの接触、4度目の防衛に成功しました金丸。失われた心のベルトを取り返しました。最後はなだれ式、やはり得意のブレーンバスターで決めました金丸義信。お互いに危険な技を繰り出すこの EHG に与えております。金丸が3年越しの接触に成功しました。